三頭菜、三頭菜は白菜の仲間です。白菜菜、レカ菜とも呼ばれます。本来は半結球タイプの大きな漬物用白菜なのですが、最近は若取りするのが主流になりました。三頭菜の葉はとても柔らかくてアクもないので、生で食べることができます。食べやすい大きさに切ったらレタスのようにサラダにしましょう。また塩昆布を揉み込んで浅漬けにするのも簡単で美味しいですよ。三頭菜は白菜なので、もちろんお鍋にも合います。火の通りが早いので、しゃぶしゃぶや味噌汁、スープにもいいですね。ロールキャベツのように使うこともできます。